Hello, では始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、先ほどラジオの生放送行ってきました。ね、高橋みなみをこれから何するってやつですね。髪切ってる時に聞いたことあるラジオだったんですけどですね、ただ呼びのプロモーションで、行ってきたんですけども、まあ、授業をするというね、結構大変でしたね。どうやって授業しようかなって思ってて、そう、台本で3分ってなってましたね、今日見たら。なんか最初のその出番5分ぐらいですって聞いてたんで、あ、授業5分なのかなと思ったら授業3分ってなってて、うわ、授業3分で何やろうかなって思ってずっと考えてたんですけど、まあ裏側をねちょっと話そうかなと思って、で結局今回やったのが All I want for my birthday is なんとかっていう表現ですね。ね、バースデーに欲しいのはこれだけみたいなやつなんですけど、どうやって決まったかっていうと、これラジオで話した、あ、そう、ラジオのアーカイブ貼ってありますので、下にですね、聞き逃した方はぜひ聞いてみてください。昨日、シンプソンズを見てたら、ですね、All I want is less っていうのが出てきたんですよね。お金持ちみたいな人で、いらない、いらない、いらないみたいなね。そんな感じのエピソードだったんですけど、あ、それ見て、あ、これいけっかなと思ったんですね。でそれぞれ下調べしてたんで、僕はその高橋みなみさんとレイナさんのことをいろいろ調べてて、でそこで気がついたものが、そう、僕らみんな4月生まれなんで、高橋みなみさん4月8日で、で僕4月10日で、レイナさんが4月20日で、あ、これは多分使えるなと思って、ただいまの授業でもこの第0項見ていただければわかるんですけど、いろんなあのセルタっていう英語の教授法があるんですけど、そこの要素をいっぱい入れてるんですよ。なんで同じようにこの授業も組み立てようと思ってたんですね。でそこの一番最初に、ね、リーディンっていうのがですね、リードインですけども、最初の出だしのところでコンテクストを作るっていうですね、文脈をちゃんと作るっていうところがあるんですね。でそこで今回だったらバースデーっていうのが、あ、みんな4月だっていうのがあったんで、まあ高橋みなみさんなんか2日後だったんで、これで作ろうと思って作ったんですね。で たまたまそのキンキキッズの歌ガラスの少年流れてるっていうのもあって、あ、そう、堂本剛4月10日で同じだとかっていうのもあって、よし、これを使おうと思って All I want for my birthday っていうのを作ったんですね。あ、そうです、このコンテクストでやるって、あの第0項を見ると分かるんですけど、あのサッカーの用語を使ってて、そこから僕サッカーの英文に行ってますね。サッカーが出てくる英文に行ってますね。こういうのリーディングって言うんですよ。こういうテクニックなんですけど、例えばの授業だったら今日の英単語っていうのがその授業中に出てきたものを使ってやってますね。こういうふうに文脈が関連してるっていうですね、こういう教え方をしろっていうふうにセルタでは習うので、で今回やったのはそのリピートだけじゃなくて、きちんと覚えるというバックチェーニングですね、意味の区切りを考えて、区切りと意味を意識して覚えていくっていうやつになってるんですね。でそういった形でやってもらったんですよ。はい、なんで All I want for Christmas is you っていうマライアキャリーの歌が流れたと思うんですけど、あれも準備してもらってて、ちゃんと今までの生活にあるもの、そこの自分の生活とちゃんと結びつくっていう風に作ったんですよね。はい、あの授業って。で本当はもっとねパターンプラクティスの話したんで、パターンプラクティスまで行きたかったんですよ。で時間の関係であそこで切って、で後でパターンプラクティスやるかみたいな感じになってて、僕は用意してたオチっていうのはですね、聞いた方は分かると思うんですけど、 All I want for my birthday is a wallet だったんですよ。高橋みなみさんがそう、財布が欲しいって言ってたんで、別にそれでもやってもよかったんですけど、まあ何の答えが来てもバッグって言って、あ、やっぱりカバンですよねみたいにして人笑いを取ろうと思ってたんで、 It's a bag でやって、そのバッグのところを It's a wallet とか変えて、でレイナさんが後で It's a P、 あのレイナさんが PC って言ったじゃないですか、コンピューターっていう風に言ったんで、そこでそこを置き換えてパターンプラクティスっていうのにやって、最後に財布だったらどうしますって言った時、 All I want for my birthday is a wallet っていう風に言ってもらうと、で車だったらどうしますって All I want for my birthday is a car って言って、じゃあお金だったらどうなりますかって All I want for my birthday is money とかって言って、現金な人ですねやっぱりみたいな形で落とそうと思ってたんですよ。そういう準備をしてたんですね。結構だからね、予想通りにはいかないというか、いや面白かったですよ。結構フリートークです。だ台本はあるんですけど、なんていうか僕らが喋ってるところは台本通りじゃないところの方が多分圧倒的に多かったかな。バンバン話す感じだったんで、本当にどんどん話が膨らんでいく。ビジネスについてちょっと話しましょうって言って、ビジネスとしか聞いてない中で、結局何カ国語喋れるとかの話になったりとか、いろいろ変わってったりとか、ディレクターがいて、いろいろこうこうこう変えよう、こうこうこう変えようみたいな形で、で進んでいく。で、まあ、いろんなカンペがあったりとか、このブースの人からの指示が来たりとか、結構面白いです。あのこの
ヘッドフォンですか、ヘッドフォンこうやってやって片っぽだけこうやってやるんですね。片っぽだけ耳が外に出てる、こうやってやるとラジオ的に聞こえてさらに会話もできるんですよみたいな感じで、一応こう高橋みなみさんにこうやって教えてもらいました、こうやってやるんですよみたいな、ね、すごい人ですよ、めちゃくちゃいい人なんで、まあ、初めに会った時の感想ってもうなんか本当によく芸能人に会った人が言うセリフだよね。顔ちっちゃってね、よくわかった。まあ、確かに、うん、昔見た芸能人とかもその感想だったからやっぱそうなんだなって思うんですけど、いやすごい人だった。レイナさんもすごく気さくに話しかけてくれるっていうんですか。いわゆるオンエアに乗ってない時間もめちゃくちゃいっぱい話しましたね。楽しく。だから今回なんか趣味についてとかの話だったんで、トークテーマこれ募集してるやつが、だ趣味のところを英語でちょっとやるかって言ったのに対して、いやホビーっていうのがそもそも英語と日本語でだいぶずれててうまくいかないんですっていう話をしてね、なくなったんですけど、そのレイナさんもそもそも、うん、使わないよねってホビーっていう単語なんかめったにね、そういう話になって、じゃあやめましょうとかですね、進んでったんですよね。すごい面白かったです。だからレイナさんがいきなり英語で話しかけるとか何の打ち合わせとかもないです。本当に普通にただなんか進んだみたいなね。いやだってそもそもねネイティブ相手に、ね、その英語を教えるとかになっちゃったらさ、もうわけわからんっていうなっちゃう。そうで、そこもね実は用意してたのがあって、ネタとしてネイティブに英語を教えるなんて、僕だって英語ぐらいしか特技ないのに、ネイティブが目の前にいたら僕の良さ消えちゃうじゃないですかみたいなね。それに加えてさらにあったのが、いや僕東大院出てるんですけど、いやハーバード大の院出てたらもうそんな僕の学歴っていうそういうなんかすごい属性も取られちゃって何も残んないじゃないですかみたいなのもね、用意してたんですけど、そこは時間がなかった。うちの視聴者大喜びみたいな感じだったんですけど、来た学歴いじりみたいなね、はい、ここは使われませんでしたというか、そこ生放送だから使われないとかじゃなくて、そう話すタイミングなかった。であと用意してたのは、僕が好きな AKB の歌、ね、会った時にはあの話でしたミライモンスター、そうそう見てたっていう話をしたんですよね。で、ああそう堂本兄弟の話もすればよかったな、4月10日って言ってすぐにね、剛さんと同じっていうのは知ってたんで、あそっか同じ番組やってたからなと思って、あと何の話したかな、いや結構いろんな話したんですよね。あそう、僕が用意してたのがその AKB の僕が好きな歌っていうのがあって、でそれが大声ダイヤモンドと言い訳メイビーとの涙サプライズっていう、みんな日本語と英語なんですよ。日本語は最初で次に後ろに英語はつくっていうので、それでしてたんですよ。言い訳メイビーはあまり面白くないんですけど、涙サプライズとかですね、大声ダイモンドとかっていうのはね用意してたんですけど、そこは挟み込むとこがなかったこのネタは結構面白いなと思ったんですけどね。あとはそうそう PC の話とかね、その雑学出したじゃないですか、 PC と Mac の話とか、ネイティブいたらこれも面白く進むだろうなって思ったんで、それでそう PC が欲しいってそうレイナさんがその言ってて、 CM か曲かななんかの時に言ってて、あじゃあ PC で話あるんで私に振ってくださいって言って、 PC と Mac の話をして、で大丈夫ですかスポンサー関係で Mac と PC ダメだったりとかありますかとか聞いて、で、あ、OK ですってなって、で、Mac やって、やったら、そしたら今度ディレクターさんがね、用意してて、ラップトップのっていう話になって、あ、ラップトップの話するんだと思って、ラップトップっていうのも、まあ、ラップトップも結構授業で話すんで、ラップトップっていうのがこの桃の部分ですね、に乗っかるからラップトップで、デスクトップが、みたいな話。あれ、だから本当その場で言ってますからね。すごくないですか？あれ、もしさ、ラップトップっていう話が出て、僕ラップトップ知らなかったらどうなんだろうね。って言って、でそこでよく話すのが、そうそう韓国語だったらそのノートパソコンは日本語だけど、韓国語はノートブックっていう、でもノートブックは英語だったらノートであるっていうので、これがまたずれるみたいなんで、結構面白いのはよく話す内容だったんで、ここも来たなと、うまくいくなと思って、ロシア語を勉強したいとかね、そう休憩中はねアラビア語の話とかしてて、あと用意してたのがもう一個ボケで用意してたのが、あのフィリピン武道、そうレイナさんの、ね、この特技みたいなのにフィリピン武道っていうのがあって、でフィリピン武道っていうのにハマってるらしいじゃないですか、がなんか美味しそうな果物だと思いましたよみたいなのを用意してたんですよ。そしたら結構オープニングの早い段階でフィリピン武道の話になっちゃったんですよね。
趣味みたいな話だったんで、今回テーマがね趣味だったんで、でああしまったボケがもう一個潰れちゃったと思って、そうなんですよ、だからいろいろ下調べして2人のことウィキペディアとか調べてボケはちゃんと緻密に用意してたというね、実はこんな裏側があるんですよ。まあ、でもほとんどだからフリートークですね。ただ呼びのこうプロモーションみたいなのも、もちろんちゃんとね話すのは用意していきましたけど、まあ、それはいろんなところでも話してるので、それ以外のところがだいぶその場でやってるっていう感じだったんで、いや面白かったですよ。すっげー緊張してましたけどね、めちゃくちゃ緊張してたけど面白かった。本当にこのラジオっぽく聞こえるやつがさ、ヘッドホンつけて、おお自分が意外といい声してるみたいなね、 YouTube で聞く声より全然いい声じゃんと思いながらね、だから本当は、最後のところで All I want for my birthday っていうところをいろいろ変えてやってみると、まあ、時間があったらね All I want for spring とか All I want for summer とかいろんなのに変えたりとか All can wants for なんとかみたいに人を変えてやったりとかで Is の後ろですね Is our walletっていうところもいろいろ変えてみるみたいな、そういうパターンプラクティスっていうのを実は用意してたんだけど、まあ時間的にあとまあ人変えちゃうと多分難しいだろうなって思って All Raina wants for とかってねでやるとさ wants っていうのがついちゃうし for her birthday になっちゃうじゃん、だからこれとかは難しいなと思ってなしだなと思いながらそういうのを考えて結構ギリギリまで考えてましたね。まあ動画編集とかもあったんでこれにすごい時間かけてることはできなかったんでそういった形でやりました。はい、ラジオ聞いてくれた皆様ありがとうございました。はい、下のアーカイブから聞けることができますので、ぜひ聞き逃した方は聞いてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.